2人の仮行きをね、応援しに来ました。空港行く前にさ、朝マック行きたいなっていう。行くよ。はい。ほら、ほら行け、ほら、ほら行け。なんで大阪にいるの？マジでそのパターンか。マジ？ここに、ルーツ大阪を作ります。すげえ。ということで、本当に空港に行きたいと思います。いや、そっか。行けそう。マジで頑張って。行けそう。はい、どうも、さきらこさチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。ひろき。横澤です。メイクセンス。というわけで、いろいろありましたけど、はい、関西国際空港に到着することができました。いやー、なんで関西から行くのこっちが来てよ。気を取り直して、EPT パリに旅立ちます。ヨーロッパポーカーツアーというかなり大きいポーカーの大会がありまして、それがちょうどね、明日から開催されるんですよね。いや、ちょっとトーナメントマジで久しぶりなんで。トーナメント出るの？実はそんな話全然してなかったんだけど、かなり資金も余裕ができてきたので、もう正直言ってね、ハイレートを打つには十分すぎるぐらいあるんですよ。まあ、やっぱりね、まあ、これはずっと横澤チャンネル開設当初から言い続けてることなんですけど、夢があるんです。はい、なんだ。じゃあトリプルクラウンっていう出た目標がありまして、出たよ。全ポーカープレイヤーが夢に持ってるのがこのトリプルクラウンというもので、 WSOP、EPT、WPT、 この3つのタイトルのホルダーになるという。で、僕は WPT はもうすでに持ってるんですよ。なるほど。3分の1クリア済みだから、 EPT 今回メイン取れればリーチ。すごいじゃん。面接になりたい。そう、日本でとかじゃなくて、やっぱ世界の横澤ですから、日本人を全員引っ張っていくっていう。そう、はい、楽しみだって喋ってたら。じゃあ僕は大阪に残って、そうですね、ルーツをトンカントンカンするので、はい、作り上げてください。行ってこい。頑張りましょう。レッツトリプルクラウン。到着。到着。パリ。多すぎ。なんと大阪から20時間かかりました。パリの注意事項としてはですね、治安があんまり良くないです。そうなんですね。はい、スリとかぼったくりみたいな軽犯罪から殺人事件っていう重犯罪まで、はい、幅広く取り扱っておりますので取り扱ってほしくないんですけどね、はい、まずはホテルにチェックインしていきましょう。行きましょうか。Can we try our early tickets? If we can. From Tokyo? From Tokyo, yeah. Okay, it's off. Okay. 何これ、no. パリ症候群。パリ症候群とは、流行の発信地などといったイメージに憧れてパリで暮らし始めた外国人がうつ病に近い症状を訴える症状を指すといいます。パリはしばしば花の都と銘打たれるが、道端にはゴミが散乱しており、時には便器までも捨てられているという。どういうウィキペディアだよ、マジで。笑わせできてる。笑わせできてる。And how many luggage do you? We can stop your luggage. Oh, you said we cannot check in until 12? We do the best as possible. Ah, okay. チェックインできないって言われたんだけど、このテンション感で。ずっとチェックインできるものだと思ってた。はい、あの世界のパリチャンネルです。はい、こちら世界のシャンデリゼチャンネル。シャンデリゼチャンネル。いやー、マジで服買いたくなっちゃうね。いや、本当にやばい。この街並みはおしゃれしてきたい、ね、おしゃれして歩きたいね。ヨーロッパ旅行、これもう本当に皆さん、はい、一番これが横澤チャンネルで伝えたいことですね、はい、ヨーロッパ行くときは精一杯おしゃれ着を持っていきましょう。ああ、もうなんか絵になるわ。絵になるね。なんだこれ。なあ。ヨコトック、ビズ、ナツナツ。よいしょ。これから我々が11泊するホテルです、こちらが。AC ホテル、マリオット。はい、こちら。え、いきなりお風呂。水回り綺麗そうですね。ほんとだ。次はチェックしていきますか。おいしい。ふるゆしすぎる。あ、これでも弱めです。あ、3、3。3ですね。うわ、これ2ですね。1泊、はい、3万6000円します。高すぎる。まあ、いまいちな結果になってしまいましたが、まあ、あとベッドの狭さ1ということで狭い。あと近すぎ近すぎる。ついちゃってる。というわけで、はい、行きましょうか、ルームツアーに。お、行きましょうか、ルームツアーに。はい、ルームツアーに行きましょう。え、ついてきてください。ルームツアー終わりましたけど。いや、隣だ。ダメですよ、そんなことしたら。ハロー。正気ですか。お久しぶり。お久しぶりです。あの、弾き語り以来だね。弾き語り以来。ラスベガスの。なんか、渡辺さんの部屋の方がいいな。ベッドでかい。広でか。うわ、すごい、学校が見える。見て見て。ぽいでしょ。待って。ハリーポッター感ある、確かに。感があるよ。いいなぁ、なんか青春だね。青春だ。え、すごい、ここでじゃあみんなが遊んでるの見れるんだ。
いや、怪しすぎるでしょ。渡辺さんがママからこうずっと見てたら。はい、というわけでこれから、トーナメントに参加していこうと思います、はい、今回のスケジュールは大まかに最初の4日間で1100ユーロと2200ユーロの安いトーナメントでまずちょっと肩慣らしをして久しぶりのトーナメントにちょっと馴染ませていただきまして、その後の4日間でメインがあります。でメインイベントは5300ユーロ、最後の3日間に1万300ユーロのハイローライベントっていうのがあって、ちょっとずつこれレートが上がっていくスケジュールになっております。パリはねキャッシュゲームの霊気が激高すぎて、はい、キャッシュゲームが多分ほぼ打てないので、基本的にはこのトーナメントに専念していこうと思っております。トーナメント売り切れてるって言われました。売り切れって何？聞いたことねー、そんなの。売り切れって何？悔しい。トーナメントで売り切れるってどういうこと？さよなら。おい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 、なんだこれ、何この行列。そこに入るための行列です。改めておはようございます。おはようございます。一日はポーカーすることすらできずに、はい、2日目になったわけですけど、 PP パリキャパが足りてなさすぎます。プレイヤーに対して全然足りてない。初じゃないですか、入るの。入るのです。これが会場です。EPT パリの会場。というわけで、EPT パリ、まず最初のイベントは、はい、FPS パリ。メインイベント、1100ユーロ。いわゆるプチメインみたいなやつですね。プチメイン。メインイベントのプチバージョンということで、なるほど。1100ユーロでバインはちょっと安めなんですけど、結構参加人数はすごく多くて、うん、昨日のデイ 1A とデイ 1B だけで1000人以上の人が参加してるらしいです。すげえ、めっちゃ多い。トーナメントスタンド久しぶりだわ。確かに。ちょっと緊張してきた。めちゃくちゃ久しぶりですよ。緊張してきた、ちょっと。まずは1100からやっていこうと思います。行きましょう。レッツギャン。すごいですね。最先がファーストハンド。横澤さんの調子はどうだろうな。まあ変わらずですね。5万点ぐらい。変わらず。あら、パピちゃんじゃないですか。ザ・アレイです。東京で、はい、横澤が大好きなタピオカ屋さんですね。そうなんですね。美味しそう、パリのジュアレイ。これがティラミス味ですね。え、やっぱパリなんで。ティラミスタピオカ？ティラミスタピオカ。すごっ。いや、お前、え、ティラミスはイタリア料理だろうが。ティラミスはイタリア料理だろうが。イタリア料理だろうが。イタリア料理だろうが。あれこれ、今日は1024人参加の残り440人です。このトーナメントってディナーブレイクあるんですか？30分後にディナーブレイクがありますので。なるほど、私から孫太くんにミッションがあります。出た、 Today's Voters Mission。 なんか新しいの来た。ディナーブレイク、僕が美味しいイタリアンを食べれるように、うん、先に行っといてもらって、うん、僕が到着した時ぐらいに届くようにうまいこと頼んでください。もう様子を見ながら任せてください。じゃあ一緒に行っていきます。グッドラック。はい、着きました。かわいい、めちゃくちゃ。お店の雰囲気めちゃくちゃかわいい。僕チョイスで頼んじゃおうと思います。マルゲリータ、マルゲリータ。アンダー、お待たせしました。お疲れ様です。なんとか生き残りました。よかった。僕はやや不安です。ちょっとこのお店のメニューを見てほしいんですけど、パスタちょっと怖くていけなかったんですよ。俺パスタの気分だったのにな。パスタ行きますか、大根。行きましょう。ちょっと渡辺さん召喚するわ、今から。はい。そんな すぐ誘ってくるもんなんですか。いや、もう渡辺さんは。ふっかる？ふっかるだから。そう、こう行ってる間に来ました。すごい、なんかハート型みたいになってる。そうなんです。見てください、これ。なんか、変なピザ。変なピザ。まずは中側からです。中側からです。
うまい。うまい。めっちゃシンプルなマルゲリータ。うん、なるほど。耳美味しそう。はいは。え？待って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 。はいは。もう分かりました。待って。このピザはですね。はい。まあ、パン柔らかくてトマトもそんなに強くない。うん。おお。トマトがたいな。耳美味しそうだなこのピザ。耳まで食う。もちろん。ピザは耳まで入れて耳ですよ。耳って掴む場所じゃなくて食べるんだよ。ね。カラオケどうすか？今日はマックマックじゃなくてもうちょっと僕、花見戻らなきゃいけないんで、はい、じゃあ頑張ってください。あれ？オールインするんですか？オールインしなかったらそんなに減らなくて済んだ可能性はある、うん、確かにフロップでキングクイーンと押したからね、うん、降りれたフロップで、うん、ってことですか？そういうことですね。結果論なんてね、やっぱね、今回はコールしておけば、うん、フロップで降りれたかもしれないけど、確かに、まあ、期待的にはもうオールインだけなんですよ。フリフロップあれば3ベッドになるから、コールって選択肢は絶対ない。あれでもしジャックスでコールしてたら下手です、うん、シンプルに。あんまやったことない人とか、まだ始めたばっかの人とかだと、うん、運を全く使わずに実力だけで優勝できると思っている人が結構多いんだけど、うん、確かにラッキーしなきゃ絶対勝てない。ちょっと待って。踊りました。あ、久しぶりの。ああ、久しぶりだ。今日結構ね、プレーは本当にベストに近いプレーできてたと思う。お、まあ、それでもやっぱり引かれたら負けるっていう、まあ、そうですね、シンプルな構図を思い出しました。うん、まあ、気を取り直して EPT まだまだ始まったばかりなんで、うん、ここから頑張っていきましょう。明日以降も頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。マリー3日目、今日はオフです。オフなんですか？それはなんでですか？昨日飛んだからです。やっぱね、トーナメント中は飛んだら暇になるけど、飛ばないと暇にならないっていう感じですね。まあ、逆に言えば今日は唯一の自由に動ける日と言っても過言ではない。あ、確かに今後忙しくなりますからね。そう、今日はちょっと遠出してパリで気になってるところに行くみたいな、そういう感じにしたいなと。とはいえ夜8時からサテライトがあるんですよ、メインの。おお、まずサテライトのレジェストをしてラーメンでも食いに行こうかと。ああ、いいですね。初日からずっと俺はラーメンのことしか考えてない。ラーメン食いたい、ラーメン食いたい、ラーメン、ラーメン、ラーメンの話してましたからね。ラーメンマジで食いたい。ちょっとのんびりとした。あれのオフ日を、はい、オフ日を皆さんにお見せします。はい。さあ、レジェストしましょう。今日の夜のサテライトと明日の2000ユーロも一緒にバインしちゃいますもん、これ。ヘルスイボクラーメン屋に向かっております、はい、めちゃくちゃ遠い。車で何分？30分です。嘘でしょ、はい、ラーメン食いに30分始まる。あ、スプレモバンボーバンボースプレモバラペティ。ラーメンが出てきた時にさ、これオナペティだよ。めっちゃいい。あ、醤油にしたんすか？これ醤油だよ。うわー、一口もらいたい。味噌でしょ。パリに来たからにはまずラーメン食べなきゃってことで、まずはラーメンスープの方からこらーこらーすする TV 出てきちゃう。では存在感たっぷりの、はい、ラーメンをすするまだやるうまっ。ビリバボン、すいません、これは日本の誇りです。これやばいね、日本の誇りだよね。やばい、あー、本当に涙出てくるわこれマジでうまい。ラーメン食って泣いてるこいつ
このこってりの間に飲む柚子がスパークリングって感じですね。スパークリング、海外でこんなラーメン出せるとこあるんだね。てか何がすごいって、これがパリジェンヌに受け入れられてることがすごいわ。確かに、マジでそう、あっぱれですね、これは。拍手。うわー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょうどお茶したい気分じゃない？ちょうどお茶したいね。この辺をちょっとお散歩しながら行きましょうよ。行きましょう。いやおしゃれだね、パリ。いいな。到着しました。はい、インテリーナ、これか。気なら中見て、これやば。まだ続くの？本当にこれはね、タワーオブテラより並ぶね。これ並びそうですね。カフェアンジェリーナは内装はこんな感じになっております。はい、すごい素敵なね、あらあら、はい、シャンデリア、豪華なシャンデリアと、うん、お菓子もすごい美味しそうで、うん、素晴らしいお店ですね。素晴らしいお店に今から並ばないです。違うとこ行きましょう。諦めますか。というわけで、もはや横澤チャンネルといえばみたいなとこありますけど、はい、結局タピオカ来ました。なんかおしゃれ。ここですか。アイガーシュガー、はい、これは普通のブラウンシュガータピオカにジェリー入りです。なるほど。ではベビータピと、うん、美味しい。めっちゃ牛乳。あ、そうなんだ。じゃあ振りました。うん、あ、うまい。ほら、タピオカの良さに気づいちゃったでしょ。俺今まで食べたのが一番うまいもん。ほら、あ、来た。渡辺さん、買い物はいいですか。あ、買い物今日で終わりだから。確かに、ちょっと付き合ってあげますね。俺もちょっとあれは欲しいんですよ、あのカード入れみたいな。買ってやろうか、じゃあ。それから。やっぱどうですか、新鮮のデパート。これいや、なんか人いっぱいいる。これが、狩りの三越です。かっこいい。すげえ、ゴージャス。わー、すげえ。マレーシアはどうなの？紐ついてるやつ好きなんだよ、なんか惹かれちゃう、超えるに。これめっちゃいいじゃん。350ユーロ。こうやってやってきたら、これ便利じゃん。渡辺さん、本当に買ってくれるんですか？いいよ。マジっすか？そうだ、いいの、大丈夫。パパだ、パパ。Can I want this one? やったー。渡辺さん、自分の財布はいいんですか？なかった。なかった。これが欲しいやつ。あら。なんでいきなり買ってくれたんだ？不思議なこともあったもんだな。なんで買ってくれたんですか、いきなり。チーテーは、バッドミントジャックパット当たったみたいな。めちゃくちゃ渡辺さん都合だった。渡辺さんがプレゼントしてくれた。すごい。よかったですね。使おう。時間はもう8時半ということで。あっという間です。あっという間だね。いろいろ回るとか言ってたけど、ここで結構 2,3 時間過ごしてしまった、うん、いいっすね、こうやってたまにはこうやって買い物とか来るのも。モチベーションになるでしょ、あれしたいこれしたいって気分転換ね。あー、確かに。いや、稼ごうって気にはなるかもね、確かに。じゃあというわけでホテル戻りますか。戻りますか。いや、本当に楽しかった、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで夜この後、9時半から1100ユーロのサテライトがありまして、まあそれに参加します。下手したら本当に30分とか1時間で終わるかもしれないんですけど、まあうまくいけば5000ユーロ節約できるということで、かなり、重要な戦いになってくると思います。というわけでやっていきたいと思います。レッツギャン。はい、飛びました。3時間頑張ってダメでしたね。 15BB とか 10BB ぐらいで戦うのが結構サテライトなんですけど、結構こういろいろ確認しながら、これもいいウォーミングアップになったって言えばいいウォーミングアップになりましたね。明日が2200の、トーナメントがあって、それは頑張りたいなと思ってるので気合い入れて頑張っていこうと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。今日が4日目かなになりまして、半年以上ですね、はい、トーナメントしてなかったんです。その間にかなりプレーが良くなっていると思います、うん、あとは勝つだけですね。まあどうしてもやっぱトーナメントっていうのはね、出会いと別れみたいなとこあるんで。出会いと別れ、はい、何と出会って何と別れてるんですか。ハンドとの出会い、そしてスタックとの別れみたいな。そういうところがあるんですよ。トーナメントは出会いなんだ、はい。まあ、運の要素がすごく大きいんですよ、はい、それにね、身を任せて戦うっていうのが大事だなと思いますね。タケル、2200ドル、はい、台湾やっていきましょうか。カーテンですね。ソータが戻ってくる5秒前ぐらいにダブルアップします。5秒前タイミング悪すぎ。最悪、トイレ行ってなかったら取れてた。はい、ボタンのオープンに BB でスキンコープでスリベットしたらポブチができて、うん、ファイベットオールにぶち込んだら相手クイーンでコールしてきて、エースブロックでした。やば、ほい。
ほら、順調みたいですね。順調ですよ。順調っぽかったんで、こっそり抜けて、あら、スタバ買ってきました。ありがとうございます。いいんですか？ちょっと、ソーダーイーツだ。え、チョコクロワッサンだ。チョコクロです。うまぁ。うまそう、これ。ありがとう。元気が出てきました。スイートしてそうかな。ないぞ。あれ？テーブル移動したのかな？ん？ありがとうございます。何やってるんですか、こんなところで。もう一回遊べると。7万点ぐらいまで順調に増やしてたんですけど、はい、一撃全弾いかれて取りました、はい、頑張って頑張ります頑張ってください励まされてる。これもうリエントリーこれで最後なんで、はい、目標はですね、ディナーブレイクまで生き残って、うん、ディナーブレイクを食べに行くことです。あれ、じゃあここからは張り付きで僕も見てようかな。さよなら。難しいですね、ポーカーって。うん、まあ2200とはいえ、やっぱ2発食らうと4400だから。そうですよ、ちょっと加算できましたね、出資が。しかしやっぱうまくいかないですね、なかなか。まあトナメってそういうゲームだよね。そうですね、毎日勝つことはできないからね。ちょっと明日のサテライトをエントリーしとこうかな。実はですね、明日からメイン始まるんですよ。なるほど。サテライト通れば一気に今日の負け取り戻せるんで。確かに。ちょっとサテライトエントリーしていきます。はい。やっていきましょう、メインですからね。このためにわざわざパリまで来たんですから。そうですよ。いけー。ここに来て。Welcome back to Paris and the Pokestars. Gamboon says, Joe Masato. あるね。